安堵はしてないです。もう無力感ですね。消防としての無力感、喪失感、本当にあとは本当に首里城を失ったんだっていうこの悲しさですね。そういう思いしか出てこなかったです。これだけ計画があって、まあ、準備もされてたにもかかわらず、やはり、まあ、その時の自然の現象でありましたり、まあ、火災の延焼の速度っていう、やっぱ、まあ、消防が勝てなかったっていう経験っていうのを、まあ、後世にやっぱしっかりと伝えていかないといけないです。調査の結果、出火原因は電気設備のショートとも言われたが、何もかも灰となった今、解明困難のため出火原因は不明と結論付けられた。しかし消防士たちの命がけの消火活動は決して無駄ではなかった。首里城に保管されていた美術工芸品のほとんどは焼失してしまった。そう誰もが諦めていた。そして最後、南殿の収蔵庫が開かれた。どうにか中の耐火性の収蔵庫の中まで火が回ってなければいいなっていうのは思ってはいました。ただかなり絶望的だろうなっていうのは思ってたので。南殿の収蔵庫の扉が切断され開かれると、奇跡的に焼失を免れた美術品が出てきたのです。首里城に保管されていた1510点の美術工芸品のうち390点は完全に焼失。しかしダメージが大きく修復が必要なものの、1100点の美術品が何とか残っていたのです。残った1100点余りのものもかなりダメージを受けているものが多くあります。おそらくですね、これから2、30年ぐらい時間と費用をかけて修理しないと、気の遠くなるような時間かけないといけないなっていうのがこれからの課題だと思います。長期に及ぶ文化財の修復には当面の技術者だけでなく後継の人材育成も課題に。莫大な費用を賄うため、首里城再建のために寄せられた復興基金を修復事業に活用してほしいという声も上がっています。あの首里城火災からしばらく経ったある日、那覇の消防士たちにフランスから一通の手紙が届いた。それは2019年世界遺産ノートルダム大聖堂の火災と戦ったパリの消防士たちからだった。首里城における火災の様子を我々パリ消防局の職員は呆然と見ていました。琉球の歴史や沖縄振興のシンボルであった首里城正殿が崩れ落ちたことを受け、私たちは深く悲しんでいます。国や地域を代表する遺産を失うことを我々は深く理解しています。消火するため絶え間なく戦った多くの消防隊員は多大な勇気と献身的な姿勢を見せてくれました。心より復興を望んでいます。パリ消防局。